久保さん、僕は 34GTR 乗り回してますよ。ちょっとね、あの、暇だったんで、足湯入ってきました。足湯ね。足湯入ってきて、足湯ね、2個回ってきましたね。鹿児島いっぱいあるんです足湯スポットが。で、そうそうそう。僕もね、去年、あー、じゃあ先月か。先月ね、8年か、8年ローンぐらい終わりましたね。車のローン。<laughs> なんかあっという間でしたね。なんか、8年ですね。 90何回払いだったような気がするんですけど。100回は言ってないな。90何回払いだったような。終わりましたよ。もう所有者僕ですね。あれ、所有者変更しないといけないな。うん。まあ、あのー、なんすかね。ローン返済にしましょうか。<laughs> ローン返済。え <laughs>、キーワード的になんか良さそうですね。ローン返済。うーん。まあ、 なんだろうな。ま、あ車の話ですけど、車って、乗る楽しさもあれば、見る楽しさもあれば、所有してる楽しさもあれば、まあ、いろんな楽しみ方があります。ただ僕の楽しみ方は、もう乗りつぶすっていうね。100万キロまで行きますから。うん。多分ま、100万キロ走る人って多分そうそういないと思うんで、100万キロちょっと目指してね。今22万キロですけど、あと78万キロっすね。 これ、ね、100万キロ走るっつって暇じゃないとできないですよ多分一般の人100万キロ走れないですよ暇じゃないんで <laughs> そうで僕が何でその車で全国回ったりまあマックス鹿児島から北海道の宗谷岬まで行ったんですけどめっちゃ良かったですねまた僕行きますけどめちゃくちゃいいでまあその なんでこういう感じになったのかっていうと、その鉄腕ダッシュのね、ソーラーン吉くんっていうね、もう忘れないんですけどね。あの、中学校の時だったかな、なんかソーラーカーを作ってね、そのソーラーン吉くんで、その手作りソーラーカーでね、こう回るんですよ、全国を。海岸沿いを。で、僕はそれを見て、憧れましたよ。え、これで仕事してんすかみたいな。こんな仕事めっちゃ楽しいやん、みたいな。 自分で車作ってね、その車で走るだけ、走ってね、それで仕事になってるわけじゃないですか。めっちゃええやんみたいな。で、それが大人になってね、実現できて、僕は良かったなと思います。ただネットがなかったらね、多分これ実現できなかったんで。だからその自分が実現したいことっていうのは実現できますよ。今テクノロジーあるんで。昔インターネットがなかった時に、じゃあ僕がね、 そのそ、ソーラー、ダンキチキンみたいな、Tokyo の鉄腕ダッシュみたいなね、ことをやるっつったら、芸能人にならないと無理だったんですよ。<laughs> ね、芸能人は難しいでしょ、久保さん。久保さん、芸能人になれます僕ね、芸能人になれる自信ないですね。<laughs> なんで、ね、しかも、Tokyo みたいなね、ジャニーズ入れます何万人のコンサートと久保さんできますむ、難しくないですか <laughs> だけど、 鉄腕ダッシュでやってたようなことが今ね、個人でもできるわけですよ。だから僕、あの、鹿児島から宗谷岬で車でこう行くときね、もう車でど、車の中で動画撮ったりとか、で、そこら中に漫画キスあるんで、そこでアップロードしたりとか、なんだろうな、本当にどこでも仕事できるなっていう。でもう車の中でセールスしてましたからね、もはや。<laughs> もはや。<laughs> で、あの、宗谷岬着いた瞬間にセールス動画撮ってましたからね。<laughs> そう。なんでね、 あの、本当どこでもできますんで、まあ、どこでもできる仕事を,を選ぶといいんじゃないですか。まあ、何を選ぶかで人生変わると思うんで、まあ、僕は、どこでもできる仕事を選んだ方が、フレキシブルに、まあ、自由にね、自由気ままにできるんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。